こんにちは、令和の人妻デミ太郎です。そして今日のゲスト、はい、令和の熱血女性国会議員片山さつきです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもう大変お忙しい中、このデミ太郎チャンネルにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。まさにね、あの女性の中で今第一線でご活躍をされている片山先生ですけれども、うん、はい、今のこう日本においてやっぱ片山先生の視点から女性が活躍できる社会になっているかどうかっていうのをちょっと私的に聞きたくって、うん、あとはやっぱ女性として国会議員をやられていると、私の感覚だとやっぱりその政治っていうのは本当は一番身近でなければいけないのに、うん、まだまだちょっと違う世界っていう感じじゃないですか、うん、その中でのご苦労とかがありましたら教えていただけたらと思います。はい、女性が活躍できるようになってるかっていうと、はい、まあイエス&ノーだと思います。女性が入っていけないところって本当に少なくなったんですけども、はい、その中でまだまだガラスの天井はあると思うのと、まあ、今コロナ禍で割に失業率は上がってないんですよ。でも失職された方は女性が多く、飲食業とかサービス産業でそんなに高い技能を必要としない職業で、生活してらして、場合によっては一人親とかそういう方が失職してて、それはとってもきついってことが出てきて、これは女性の生きづらさという問題です。それから2018年から2019年まで女性活躍男女共同参画大臣をやった時に思ったのは、やっぱり男女共同参画で法律的には全部禁止なんだけど、いろんな理由をつけて、その理由の中にはしょうがないと思わせられるものもあるんだけれども、賃金や待遇の差がある、勤続年数が短い、はい、っていうことがあって収入の差があるんです。でこれはもう先進国ではあんまりないんです、若手では。だからそこだと思います。結局身を立てるとかなんとかいろいろ言っても収入差があるんであれば、まあ言えないじゃないですか。そうです。でそこのところに正面からぶつかってないんじゃないのってことを私はずっと言ってて、はい、だから女性が経済的に困らないような経済対策しようというふうにずっとやってるのが片山さつきです。つまり夫婦が別姓であるようなその民法の改正をするかどうかとか、そういうことが本質なんじゃなくて、まだ日本では丸一、男女の賃金差がこういう先進国の中ではすごいまだあって、社長とか役員とかすごい少ない、まあ、似て非なる問題で国会議員も浜松市会議員は結構増えてきたけど、はい、まあ、でも県議とかまだ少ないよね。すごいですね。でそもそも市長町長も少ないもんね。めちゃくちゃ少ないですね。先進国では本当に3割とか4割とか女性の方が多い地域があったりするのが普通 でそれは自治体の仕事は女性の、生活密着の仕事が多いので自然女性が選ばれやすくなってるんだけど、日本ではそうもなってないと。結構選挙に出しても落ちる。そうですね、うん、はい、まあそういうことと、あとまだ暴力の問題がある。あ、意外に多いで、 DV がコロナでみんながステイホームしたら増えちゃった。あ、そうなんで、 DV が行き着く先って児童虐待で、うん、私が大臣の時にも亡くなったんです、お子さんが。DV の時に止めとけば子供に手はかけなかったんです。でこの問題に正面から向き合おうと、で孤独に渋谷かなんかでちょっと出てきちゃって、浜松から新幹線乗って、まあ、東海道線かもしれないけどちょろっと出てきちゃって、うん、でなんとなく夜そぞろ歩いちゃうような子たちのインタビューとかもやりました。あ、まあ、だからイエス&ノーです。条件クリアすれば結構頑張れるんですけど、うん、そこまでいかない子が多くて、それがお金だけの問題でもなかったりするのがさらに複雑ですね。あ、なんかお金だけだったらなんかこう仕事を与えるだとかそういうので解決できるみたいな感じですかね。まず学校の問題なんですけど、はい、女子も本当にだいぶ大学や、うん、あの専門学校や、まあ、高校を出た後いろんな学校に行く率が極めて高くなりまして、うん、経済的に問題に諦める方については給付型奨学金とか、うん、ほとんど返すのはずっとある時払いでいいよみたいな奨学金を作って、うん、もう去年から始まってて、うん、これは長いこと福祉をやってきた人も、うん、あ、これはすごいですと言います、うん、最近私の YouTube で
サツキチャンネルっていうんですけど、キッズランドっていう長いことそのことをやってきた女性と対談してるんですけど、その方が大学受験料だけがその無料化や寄付の対象になってないって言ってましたから、うん、で東京はそのお金を東京都で出してるけど静岡はまだ出してない。あ、そうなんですね。だから大学入っちゃったら出てきます、うん、お金は。だから入るまでにあちこち受けようと思うと受験料が、まあ、全部で数万はいるかなと。それが親に言えないなって子がいて、うん、そうすると推薦入学1本みたいに、うん、でそれもあるのかもしれないんですけど、やっぱり理系の方がお勉強ちょっと大変ですけど、うん、手に職つくんです。あ、なるほど。女子にとっても、はい、ところが日本だけ異常に理系の割合が特に女子で低いです。なぜでしょう。なぜでしょう。やればできる子いっぱいいます、はい、まずスマホいじりが得意な方、うん、ゲームが強かった方、これから全部情報工学行ってください、うん、絶対一生食べるに困りません。でどんどんバージョンアップしますから。なんかこう日本の教育自体がそういう実践的なことを教えてくれてないような気がするんですよ、うん、それも大問題で、はい、私が自民党で、デジタル人材委員長というのをやって提言出して、うん、東大から何かでみんな学者を呼んで、トヨタから電装からあの NTT から幹部を呼んで、もう今度こそ産官学で使える講座をやりますからということに、うん、来年から、でも来年からですからね。はい、だから OS とかも教えちゃえばいいんですよ。うんうんうん、それは専門学校や高専のことだろうっていうけど、うんうん、高専って沼津とかにもあるけど、高専ってすごくいいです。はい、あのとっても広くし、あの勉強意識が高い子が多くて、うんうん、もうみんな高専の子は欲しい。はい、素晴らしいと。だから高専出たらそのまま大学院に行けるようなコースも今度開いちゃおうかなと思ってます。おお、素晴らしいですね。もうそれがもう取り入れられてくるの、これからの動画が変わっていくっていう、ね、そう、デジタル化は2026年3月までに完成になってるんで、はい、それに取り入れるために急いで作ったんだけど、はい、まあ、ここは今浜松の私の事務所にいるんですけれども、うん、あの浜松は資材の理工の方が工学部もありますから、うん、そこをどんどん頑張っていただきたいと思います。はい、なんかこう今日は女性の活躍とか社会の話を聞こうと思ったら、やっぱり結局は教育にたどり着くっていう、いや全部教育ですよ、はい、人間形成は教育、そうですね、で人生100年だから長く教育して構わないんですよ、はい、で何回も何回も教育リスキリングって言うんですけどして構わないし、それが楽しいし、はい、うん、だからそういう時代ですよね。やっぱ何度でもチャレンジできる時代になってると。そうです、はい、なんかそれはすごいやっぱ自民党でしかできないことなのかなと今聞いて、まあ、大規模な骨組みを変えるってことは、ね、やっぱり我々保守政治家の仕事であります、はい、最終的に、片山先生のじゃあ目標を聞きたいんですけれども、やっぱり、はい、この国が超少子高齢化でどう考えても成り立たないんですよ、はい、つまり今まで面倒を見てくれる人がいっていて、面倒を見てもらわなきゃいけない人生の最後の10年も社会全体が支え合って回すという国なんですけれども、だん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 面倒を見る側と見られる側の人数が同じぐらいになってきちゃって、1対1になっちゃって、はい、災害なんかだと見殺しにされると思う人が増えてきて、実際助けきれないことが起きてます。でそれで私が安倍当時総理に何か起爆剤になることをやってって言われて作ったのがスーパーシティで、浜松も手を挙げてます、はい、本当はあの岩田とか袋井とか掛川とか、うん、あの辺もみんな手を挙げたかったんだけど間に合わなかったんだよね、牧野原とかも。あ、そうだったんですか。だからこれからあの、うん、ほら市長選があったじゃない、ちょうど出す頃に、ごちゃごちゃしてますね、そもそもあったんで、はい、でこれからまたどんどん出てくるし、トヨタさんはトヨタ版スーパーシティっていうのを自分の工場の中地でやってますから、でそれをやって、はい、でそれをさらに社会全体に広げて、はい、あ、もうこれで一番日本の人口が少なくなって一番お年寄りが多い時でも大丈夫だと、この国はすごいぞっていうふうにして、やっぱり日本人が輝く、はい、これ私がフランスに留学してて、その時に手塚治虫さんが、日本とフランスの文化交流年みたいな時に来てくれて、サインと原画、本物ですよ、本物ですよね、だ議員になってからじゃないっていうところがすごいなって今ちょっと思ってます。議員になった時にはもう手塚治虫さんで亡くなってるんで、はい、
いろんな番組にテレビでゲストで呼ばれるんですけれども、うん、はい、お宝を見せる番組があるんですよ、某局の、はい、こちらでも東京ではテレ東に当たるチャンネルが全国で系列で放送してて、うんうんうん、2ヶ月ぐらい放送したんで随分言われたんですけど、はいはい、何年ぐらい前にお宝で出るときにこれ出したいって言って、はい、手塚治虫さんの息子さんや、はい、手塚ファンデーションに聞いたら、うん、根付けはやめてもらってんだって。なるほど。っていうことで、そのぐらい多分プライスすごいことですよね、はい、だって本当に原画ですからね。そうなんですよ。素晴らしいです本当に。だからこの頃にあった夢って半分ぐらいもう、うん、はい、携帯電話も含めて実現してますから。確かに夢って実現できて人類ってすごいんですよ。だからそこは自信を持って今ちょっと、はい、閉塞しちゃってるんですよね、うん、そういうところ。女子の夢もですけど男子の夢も、うん、あんまり開いてない形があるから、うん、それはダメで、はい、絶対もっと夢があって希望があって、うんうん、こうどこまで人類がいけるんだろうというぐらいな、はい、みんながイーロンマスクみたいな日本にならないと。なるほど。そうですね。なんか今日は本当に女性活躍っていう話で聞こうかなと思ったけど、こう逆に日本の未来に希望が持てるようなお話が聞いたような気がします。日本の未来に希望が持てなかったら、はい、日本の女性の未来にも希望はないですよ、はい、そうですね、うん、もうそこにたどり着くということで、うん、はい、あと女性であるからといって、はい、夢や希望が実現できないというのはダメと思うんです、はい。でもまだそれが若干はあるんですけど、うん、私が大臣の時に女性だからダメ資格はほとんどないなと分かったんですが、それで調べてやっぱり医者はもう4割女性ですから、うん、で看護師に至っては9割女性ですから、そういうなぜだか偏りがある程度あったり、うん、逆に半々になってきて意外に多いというものがあったり、もともと女性は入れるんですけど電気技術なんとかかんとかしとかやりたがらないものがあったりっていう差はあっても入れないっていうのはないんだなと。でも女子更衣室がないとか女子トイレがないとか、事実上産休が取れませんとか、育休どころか産休も取りにくい、すごい 3K のブラック職場ですとかいうのがまだあって、それを一生懸命直してて、はい、その別姓の問題も資格においては全部、うん、旧姓を使いたければ、はい、保険の外交の方も、はい、介護や、さらに、保育士の方もできるようにしちゃったんで、はいはい、でマイナンバーにも、それからパスポートにも全部併記できるんですね、うんうんうん、住民票にも。だから困らないんで、はい、あとはそのお子さんがおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時に自分の旧姓を継ぎたい場合は、はい、そういう法改正も用意をしてるんですけど、うん、もうとにかく家族で一緒の戸籍が嫌っていうごく一部の人がいて、でもそういう人いるんですよ。いるんですよね。ちょっとびっくりします、ね、ちょっとびっくりします、はい、でも家族で一緒の戸籍って、うん、皆さん世界で日本だけのすごい制度で、うんうん、世界で日本だけがどんなお立場の方も国民はみんな平等に両方の親が書いてあって、うん、その両親でこうでこうでって書いてあると、まあいろいろなご事情はありますけどね、はい、今離婚も多いしそれは分かるんだけど、うん、そういうことができて近代化するときにこれを選んだ日本の我が先達はすごいと思います、はいはい。私なんかも離婚歴があるんですけれども、あ前の結婚していたときに、やはり職場でそのまま旧姓使えたんですよ。なので、うん、正直今その夫婦別姓って叫んでる人たちの気持ちが全く分からなくって、うん、普通に別姓のまま仕事もできるし、うん、生活に何も困らなかったのなんでわざわざ変えたいのかなって、その今の状態で十分選べる社会なのに そこをなんで壊そうとしたのかなってちょっと不思議ですね。でそれもその、うん、実は保守派とか言われた、はい、私の衆議院時代の同期が旗振っちゃってるんだけど、はい、まあ、安倍総理も困りきっちゃったんだけど、うん、いうことを聞いてると、はい、別にそれが 最終的な障害になるのかってことしか言ってなくて、でまたそういう運動なさる団体って、うん、LGBTQ の方も熱心に運動されてて、はいはいはい、で一緒くたになって私たちがコロナ対策とコロナ経済対策で死ぬほど忙しい時に死ぬほど忙しい時に騒ぎ始めたんですよ。でなんで今なのと、それで今これやった後じゃダメなのって言ったら、まず第一に言ったことが、
三位高裁が小法廷から大法廷をやったから絶対に結論がひっくり返るって聞いてきた嘘を言うわけ。嘘ですね。ひっくり返るどうじゃなかったですよ ね、 そうですね。10対5で合憲が11対4で合憲になりましたよね、はいはいはい、これが皆さん事実です、うん、でもちろん国会に仕事を投げてるわけではあるけど、それは常にいつだって国会に立法の仕事は投げてるんだから、うんうん、三権分立ですから、はい、当たり前のことをおっしゃっている、はい、普通の判決だと思うんですが、うん、で、オリパラがあると、オリパラがあるから LGBTQ も早くしようって、日本には LGBTQ を特に差別してる法律なんかないんで、ないですよね、むしろいろんな経緯で差別禁止の法令がありますから、はい、それを活かせばそのままでいいん で、 で、ね、学校教育もそういうことをやってるっていう、割と先進的なその意味では国ですから、はい、おかしいんですが、案の定五輪になったからって言って、うん、日本がその場か、その問題でね、うん、法制が足りないとか何が足りないとか一つも言われないですよね。はい、はい、言われてないです。でところが百何十カ国ある今回のオリンピック参加国の中では、LGBTQ の中で L と G でもルール違反というふうに言ってる国があります。非常にキリスト教の厳しい国とか、海教の厳しい国って。うん、はい、で、日本はもともと仏教国で寛容ですから、うん、はい、特に差別、禁止をしてないわけです。そうですよね。もともとが、はい、歴史にも出てきますし、うんうんうん、だからおかしいのと、あと QT について都内、自民党内で本当に突っ込んだ議論してません。で、それが進行に出てきたのはちょうどその頃東京高裁の判決がございまして、経済産業省の方が男性なんですけれども女性自認で、お医者さんからもあなたは女性自認って言われたよと、うん、で、性自認で女性だからトイレも女子トイレに入れてくれと言いました。経済産業省は真面目に労使交渉をして、そのフロアの女性、元から女性、今の女性の方がやっぱり恥ずかしいから嫌だと、はい、大多数がおっしゃるので、はい、それはユーティリティトイレに行ってくださいと言ったら、それを蹴って訴訟しました。蹴ってですよ皆さん。で、それは蹴るのもその方の権利ですが、はい、まあ、その熱心な弁護団のような方が、まあ、レインボーの会といって日本人に来られて、うん、まあ、そういう運動をされることも自由、主張も自由、結構なことですが、その話って私たちの共和党の友人いますよね、はい、今でも共和党の知事っていうのがまあ半分近くいるんですけど、うん、同じような話にぶち当たって、アメリカは州に憲法があって、州にそういう法律を作る非常に強い権限がある文献国家ですから、ほとんどの州で例えばこの州におけるスポーツは生まれた時の性で区別します、うん、それは差別ではなくて単なる区別ですと、うん、オリンピックの種目ご覧になりました、はい、男女だけじゃなくてすごいたくさん区別ありますね、うん、体重とか、はい、それはなぜそうしているかというと、競う時にそうじゃないと平等じゃないというスポーツの性質、あとそれじゃないと見てて面白くもない、うん、参加する気にもならないからやってるんですよ。そうですね。どう思われますか。いや、もう私もそれは本当にそう思います。これがこのまま進んでいってしまったら、やはりあの体は男性で心が女性ですって言ったら女性種目に来れちゃうじゃないですか。で、そうすると今回見てて分かったように、ね、サッカーとかラグビーのように、うん、どうやってもあそこまで鍛錬しても、はい、男女差が極端にある種目がいっぱいあって、うん、それが面白くなくなっちゃうわけですよ。本当そうです。だって勝てないですから、女性は特に。で、特にだってゴールキーパーでそういう人一人入れたら、うん、もう女性のキーパー、元から女性のキーパーなんてほぼ一人も。勝てないです。で、その極めて現実的な理由によってアメリカはそうしてるし、プロリーグもそうしてるし、はい、で、今度の女子プロリーグ、ウィーリーグもそうするつもりだって、チェアパーソンの方が私のところに相談に来られて言ってましたから、で、それはやっぱり常識の問題とか、そろそろ世界的にあってもいいんじゃないのと。やっぱり我々あのノーマルな女性からすると、それが進んでしまうと、体は男性だけど心が女性だから女風呂に入らせろとか、それになっちゃうじゃないですか。いや、実際イギリスでは、はい、イギリスって成分法がほとんどないので、うん、ある意味判例法がすごく先に進んじゃうことがあって、国がイギリスの男性なんだけど女性自認している囚人から訴えられて、うん、はい、女性の官房に入れちゃったんですよ、その方を。そしたらレイプを起こしちゃって、今度は逆から訴えられそうって、冗談じゃない状況に。本当になりますよね。だからあの法案の時に性自認の問題を入れちゃったっていうこと、しかもそこでほとんど今ここで皆さんがお聞きになってええと思うようなことを議論もしないで持ってきたということが、まあ、自民党としてはちょっとありえないことでしたね。なるほど。
まあ、最初からあの話にならないっていうものを持ってきてるっていうことですね。まあとにかくあまりにも詰めてないからつまらないというか、はい、質問してもお答えもないというか、うん、びっくりですね、そのレベルの低さに。なんかもう、はい、あそこまで行っちゃうとただのわがままって取られないかねないようなことを平気でその差別っていう言葉のなんだろう、くくりを使ってなんか言ってきちゃってるような気がするんですよね。いろいろな捉え方がある中でそういった部分の区分を一切、はい、こう議論をしてないし、うんうん、議論もしないようにしてるという極めて稚拙でかつちょっと危ない、うん、みたいな部分がありました。言ってることはすごい綺麗なんですけど、中聞くととんでもないこと言ってるなって本当に思います、ね、一つ一つの個別具体化に直して、はい、ちょうどその時に分かりやすい訴訟が出たんで、うん、ああよかったと、あ、うん、それではっきりしたなと。本日は本当に忙しい中本当にありがとうございます、はい、最近行けてないんですけど、はい、浜松市の航空ショーもよく行ってるんですが、実は年前にですね、このご当地新聞の一面にこれらの基幹的な建物のほとんどが耐震もできてないけど、はい、まあ、その災害の時の、中枢コントロールエリアなんだっていうすごい批判記事が出まして、はい、そこですぐに関係者を私呼びまして、はい、でこのようになったんでございます、はい、ありがとうございますうちもあの息子が航空自衛隊なので本当にありがたいです。だからそういうところにこれからきちっと、はい、あの予算をつけていくっていう路線は、うん、もうこの10年ぐらいで定着しましたね。はい、はい、ありがたいです。おめでとうございますありがとうございます。ということで今日はうちの事務所にあるこの2つのものを、はい、本当に出会うものをしていただきましたはい、はい、ありがとうございます。ぜひ見に来てください。さつきチャンネルもぜひ、はい、そうです、あのさつき先生のチャンネルも概要欄に貼っておきますのでぜひともよろしくお願いいたします。あとこの動画を見てあのよかったと思われた方は高評価とチャンネル登録をしていってくださると漏れなく私が喜びます。ではでは、デミタラでした。ありがとうございます。片山さつきでしたありがとうございます、はい、先生。